高知労働局によりますと、先月の有効求人倍率は 1.04 倍。前の月を 0.02 ポイント下回ったものの、3ヶ月連続で1倍台となっています。業種別の求人数では、卸売、小売業や宿泊業が前の年の同じ時期に比べおよそ4割減少している一方、建設業は6割以上増えていて、医療福祉もわずかに増えています。高知労働局は全体的に緩やかに持ち直しているが、新型コロナが雇用に与える影響に今後も注意する必要があるとしています。